すみませんが、現在歌劇場は自由に出入りできなくなっています。退場の際はまず身分登録をお済ませください。あ、いや、オイラたちはリネとリネットの代理人で事件の調査をしてるんだ。お前はずっとここで見張ってたのか？ええ、最高審判官様からの命令が下されてから、ここに出入りする全ての人が厳しい検査を受けることになりました。少なくともそれ以降は行方不明の少女がここから出ることはまず不可能だったでしょう。それもできなかったはずです。なんでそう言い切れるんだ？あの時私は入り口付近の警備をしていましたので。ここからではリネのマジックをなかなか見れなくて、実に残念です。運が悪いので仕方ありません。でも私は勝手に持ち場を離れたりせず、歓声がどれほど大きくてもずっとここに突っ立っていました。誰かがここを出るどころか扉に近づいただけで私はそれを感じられます。メリュージーヌはこういうことに長けていますから。つまり少女はここから離れてないってことか。よし、わかった。ありがとな。すっごく価値のある手がかりだったぜ。これで公演現場の見とかなきゃいけないものは全部確認できたよな。リネたちと警察隊との交渉はどうなってるだろう。様子を見に行こうぜ。もうすぐマジックの種明かしだ。わかりました。私が同行しましょう。監視役のほか、もろもろの記録もさせてもらいます。うん、ありがとう。話を聞いてくれて。できたらバラの一輪でも出して君にあげたいくらいだよ。建前は結構。こちらも責務ですので。あなたたち来たのね。ん？隣にいるのはスピナディロースらのエンジェル。ピストルの弾丸よりも強力な助っ人。ごめんごめん、私はナビアでこの人たちの相棒よ。この件が気になってちょっと首を突っ込ませてもらおうと思ってね。彼らは私の仲間だけど、参加させてもいいよね？私は構わないけど。へえ、新たな助っ人まで来てくれるなんて本当に大感激だ。興味本位って言った方がいいかもよ。何しろこれほど大規模なマジックの種を直に見られるなんてめったにあることじゃないし。僕を認めてくれてありがとう。じゃあ行こうか、下へ。下？このマジックボックスの下には交換マジックのために用意した秘密の世界が隠されている。ただ僕から種明かしをする前に、まず自分で確認してみてよ。怪しいことに気づけるかな。別にもったいぶってるわけじゃないよ。マジックの詳細を思い出してくれればトリックは簡単に理解できるはずさ。あれ？ここって風船と飾りがあったはずよね。なんで消えたんだろう。その調子。まあ真相まではまだ遠いけど。ん？扉の向こうって内側のことか？どこが違うんだ？
全然思い出せないぞ。すごいね。最前列に座ってたからよく見えなかったんじゃないかと思ったけど、ショーの時ここの内側には模様が入ってたけど、今はその模様が消えて滑らかな板になってる。この2つのことから考えて何か思いつくことはある？大正解だ。さあ行こう。降りてから詳しく説明するよ。へえ、マジックボックスの下に地下道があったのか。この空間を見れば答えはもう半分以上分かったと思うけど、2つのマジックボックスはちょうど地下道の両端の入り口の上にあったのさ。このトロッコに気づいたかい？幸運な観客の入った箱はこのトロッコに乗せられて向こうに送られる。トロッコには昇降機能もあるし、プレートを回転させて箱の向きを正すために調整することもできる。わかった。それが二重箱の役割でしょ。その通り。内側の箱は観客が入ってから下に降り、トロッコに乗せて移動する。外側の箱は舞台の上に残っていて何の変わりもない。なるほど、そういうことだったのか。箱を下ろしたらトロッコはここの装置からエネルギーを補給するんだ。残りのステップを完成させるためにね。観客にとっては暗闇の中をゆっくりと移動しているようにしか感じられず、外に出た時にはすでに舞台の上に立っているというわけさ。そうだぞ、お前はずっと喋ってたし、最後は一回外に出たよな。それはもちろん蓄音装置を使ったのさ。リネットが操作してくれるんだ。僕とアシスタントは先に会話の内容を決めて、カウントダウンが始まる頃には僕はもう地下道に飛び降りて向こうの箱に移動し始めてたんだよ。あのはしごを使ってね。リネットはあの時どこにいた？私は箱の後ろの仕切りにいた。あ、なるほど。それでアシスタントのセリフに合わせられた。ちなみに最後に箱から出てきたのも私。双子だからね、服を変えれば気づかれないよ。僕の一番誇れるところさ。これは僕とリネットにしかできないマジックなんだ。はい、そっかそっか、なるほどな。だ、驚いてばっかりだな、オイラ。リネットは一旦箱から出てきてまた中に戻る。で、トロッコに乗った箱が上がってくる前に地下道へと飛び降りて無事に脱出する。そして僕が観客席側の箱から出てきてマジックが完成するはずだったんだけど、結局箱の中にいたのはあの観客じゃなくてコーエルで、さらに不可解なことに観客も消えてしまった。全く理解不能。こんなことが起きなければ見事なマジックだったでしょうね。私にはこんなトリック一生かけても思いつかないよ。ましてやこのマジックを利用して罪を犯す人がいるなんてね。少し見て回ってもいいかな。もっと手がかりが見つかると思うんだけど。ここは重要な事件現場ですので、リネとリネットがここに留まることはできません。二人は連れて行きますね。ああ、分かったよ。別にそんなにじっと見てなくたって突然姿を消したりしないんだけどな。みんなありがとう。あとはお願いね。
な。他のマジックに使う道具なのかもね。けどどうしてここに落ちたのかしら。そうな、とりあえずメモしとくぜ。お足元が水で濡れておりますので、通るときには滑らないようお気をつけください。確かに、どうしてこんなところに水なんてあるのかしら。おお、おいら知ってるぞ。あれだろ、あれ、瓶に水を入れてひっくり返すと水が消えてしまうってやつだ。この瓶が割れてるのはひょっとしてトロッコが通ったときにぶつかったのか。でも変じゃない？トロッコはずっとレール上を走ってたはずだから、この距離じゃぶつからないはずだけど。とりあえずメモしとこう。後でまとめて考えようぜ。これ選ばれた子が着てた服でしょ。服だけ残されて人が消えちゃったなんて。そうだよな、大地誘拐するのに脱がせてから連れ出す必要なんてあるか。もう探偵なんかやめたい。全くわからないぞ。人が通れる。まさか犯人はここから逃げ出したってこと？一人なら問題ないかもしれませんが、誰かを連れて行くとなると狭すぎるでしょう。でも他の出入り口なんてないだろう。確かにな。とりあえずメモだ。下の調査もほぼ終わったな。そうね、まず上に戻りましょう。これで現場の状況はほぼ確認済みね。マルシラックが戻ったら場所を見つけて手がかりを整理しましょう。辻褄の合わないところがたくさんあったから。お待たせしました、お嬢様。警察隊の人はなんて？犯人は通気口から逃げたの？その可能性はかなり低いと考えているようです。通気口は歌劇場の地下室とつながっているそうですから。警察隊員が入念に確認したところ、公演中も事故の後も地下室から出て行った人はおらず、そこに隠れている人もいなかったそうです。ってことは地下道はいわゆる密室だったってことか。お前らも知ってるだろうけど、小説じゃよくあるパターンだぞ。でもそれじゃなおさらおかしいね。ホールジーの失踪もコーウェルの死もどっちもわけがわからない。道理でフリーナ様はあんなに自信に満ち溢れてたわけね。今のところ手がかりはみんなリネとリネットを指してるみたい。はい、言い換えればこのまま足踏みし続けていると告発が成立してしまう可能性が非常に高い。告発審判？
それが過激上審判の流れよ。裁判期間中、最高審判官と有識は双方の発言に耳を傾ける。うん、立証混合エネルギーはその過程で生まれるんだもん。双方の発言、代理人の弁護、証人の証言、それと監修たちの感情も含めて全てが有識に表現される。有識は分かりやすく言うと自意識を持った一人の審判官みたいなものってことよ。このおかげで最高審判官様が私利私欲で不正を働く可能性も回避できます。無論実際にそういったことは一度も起こっておりませんが。双方の発言が終われば最高審判官が最終的な判決を下す。その意見も有識は参考にするの。そして最後、役人が有識に尋ね、そこで導き出された結果こそが正義の意思よ。最終的に決めるのはあのデカボツだったのか。おいら、てっきりヌビレットだと思ってたぞ。実際、大きな違いはありません。双方の判決はいつも完全に一致しておりますから。フォンテーヌの人々は最高審判官様のことをとても信頼しています。それから警察隊からもう一つ、私たちは全員審判が始まるまでここを離れられないとのことです。え、なんでだよ。私たちはリネ様とリネット様の代理人として行動することを決めましたから、当然事件の関係者にもなったわけです。私たちが外の者と通じて示し合わせたり、局面を打開する助っ人を呼びに行ったりするのが心配なんでしょ。仮にそうでなかったとしても、私たちが事件の重要な手がかりを先に流してしまうのは奴らにとって面倒なことだしね。ドアを破壊して出るならもう準備はできている。おいおい、そこまで深刻な状況じゃないだろう。警察隊の考えにも一理あると思うけど、本当にそうなんだったら、ご飯はちゃんと出るよな。もちろんです。ただし選択肢は限られていて、一人一人の好みには合わせてくれませんし、栄養バランスも保証できません。だったらこのままここで手がかりを整理しましょう。本当はフォンテーヌ邸で一番有名なスイーツショップに招待しようと思ってたんだけど、糖分とお茶があってこそ落ち着いて優雅に推理できるからね。そうでしょ。おいら今ドアを破壊して出るのもいいかもって思った。うん、冗談だよ冗談。スイーツがなくてもちゃんとやるって、サボったりしないぞ。ん？何言ってるの。スイーツならあるから大丈夫。お店に食べに行けないなら自分で作っちゃえばいいでしょ。え、ここでどうやるんだ。かしこまりました、お嬢様。それでは皆さん、私についてきてください。なんで調理器具を持ち歩いてるんだよ。いつでもお嬢様にお菓子作りの趣味を楽しんでいただけるよう、常に準備は万全に整えております。卵、砂糖、アーモンド、全部あります。さすがあんたたちだね。それじゃあ今作るからちょっと待ってて。私自慢のデザート作りの腕、ぜひ味わってちょうだい。この3人おかしいぞ。いい匂いだぞ。焼いてる時からいい香りがしてて、オイラ一生懸命我慢してたんだ。でも2人にたくさん荷物を持たせたみたいに、お菓子を焼く時もこいつらをこき使うのかと思ったけど、まさか卵白を泡立てたりアーモンドパウダー作りをしたりするとこまで全部お前一人で完成させるなんてな。私は拍手していた。私も微笑みでお嬢様を励ましておりましたよ。き
綺麗な服を着てるお嬢様なのに卵白を泡立てたりして汚れるのが嫌じゃないのか。お嬢様が本を読んだりお茶をたしなんだり馬に乗ったり琴を弾いたりすることしかできないなんて誰が決めたの？私はただデザートを作るのが好きなだけ。卵白の泡立てを舐めないでよ。結構腕力が鍛えられるんだから。それに焼きたてのマカロンが割れちゃわないように泡立てるときは程よく力を抜くのも大事なの。ほらほら食べてみて、焼きたてほかほかのマカロンよ。一人3個あるからね。うえ、3個だけかよ。うん、甘いものを食べ過ぎても良くないからね。頭がクラクラして事件のことに集中できなくなるでしょ。紅茶のご用意もできました。お嬢様の一番お好きなお茶ですよ。濃密な花の香りが気分を良くし、すがすがしい心持ちにさせてくれます。お構いなく、やるべきことをやったまでです。さてと、本題に入りましょう。さっき話に出た通り、地下道は密室のような環境だった。だけどこのほぼ閉ざされた環境の中にリネとリネット以外の容疑者はまだ存在しない。ただ犯行の可能性はあっても二人には全く動機がない。そうだぞ、よりによって一番目立つタイミングを選ぶなんてどう考えてもおかしいぜ。地下道の花瓶、そして公演中に聞こえたあの鈍い物音。もしホールジーが地下道で犯人と揉めてたんだとしたら、その結果花瓶は割れ、服は投げ捨てられ、彼女はさらわれてしまった。もしかして少女が人前で選ばれたから犯人は服を脱がせないとすぐ見つかってしまうって思ったのかしら。筋は通ってるけど、一番肝心なのはやっぱりだね。私たちが見つけた手がかりはどれも第三者がいるって仮説の裏付けにはならなさそう。